でバランスを取り戻す方法としては、うん、物理的心理的な空間が欲しい、うん、要は自分のことを分かってもらう、うんうんうん、私はこういうところがありますよって、うんうんうん、まあ、自己紹介欲しいです僕も。うん、まあだからみんながこういうのを勉強してみんながこういう自己紹介、はい、もう本当ね、タイプがないって言ってるやつはね、うん、心理学の人、うん、でも自分もないって言いますもん。違うんだって、道具としては使えるんですよ。はい、はい、うん、有効、うん、頭から批判するなって思います、うん、あとはその日常のことがうまくできないって感じているため、うん、その一部からでも解放されることが大きな助けになりますと。このタイプを思考する人たちが感情機能にとらわれているときに周囲の人たちが避けた方が良いことはどんな気持ちでいるのか本人に尋ねることですと。あ、どんな気持ちでいるのっていうのは聞かない方がいいんですって、うん、ほっといた方がいいっていうことですね。ほっといた方がいいってこと、聞いちゃいけない、聞いちゃいけない、うんうん、またこのタイプにとって補助機能の感覚機能や直感機能もバランスを取り戻すきっかけを与えますと。この ISTP にとって置かれている状況を成り立たせている現実にちゃんと気づくことができるとちゃんと立ち直るし、 INTP にとっては自分の過敏な情に流される面の気分転換となるような新しいアイデアのものの見方を発見するきっかけになったりする。要はこういう感情の揺れ動きも新しいものの発見につながることになるそうです。インザグリップに陥った時の反応としては表に出す、出さないにかかわらずやたら苛立ち腹を立てるようになる、疎外感や他者からの心理的な距離を強く感じる、今の自分の怒りや気持ちを抑えられない状態がずっと続くのではないか、恐怖を感じるようになる、で頑固になる、拗ねるなどの受け身的攻撃性を示すようになる、膨れて不満を言うようになる、で相手に無視され仲間外れにされ嫌われていることを示唆するようなことに過敏になる、で、まあ、ヒントと対策としては、可能な限り時間を置いてから自分の胸の内を明かすようにする、いやあの時はごめんは僕は欲しいと思います、うん、あの時あえて言ったけどさって、うん、って言われると、まあ、相手の話じゃなくて自分の話みたいな部分もありますよね。あ、まあ、こう可能な限り時間を相手っていうのは、はい、こうあんまり時間が短いとまたその、はい、気持ちに戻っちゃう。あ、そういう人は戻っちゃうと思います。戻っちゃう、はい、でこう可能な限り時間が空いて、はい、ちゃんとこう整理する時間も必要で、自分の胸の内を明かすようにするって書いてあるので、うん、要は言った側、いや周りにも、うん、なんて言うんだろう、私はこういう気持ちですよ、こういう人です、気持ちだったよみたいなのは伝えた方がいいって僕は受け取ったんですけどね、うんうん、それは自分のためになのか、はい、周りの人のために。あ、僕は今周りの人のためにと思いました。はい、はい、うん、内面にある恐怖に疑問を呈し、それが大きくなっていくのを阻止する。一時的にでも人に合わせるような言動を取ってみる。多分意外と簡単なんですよ、人と合わせるのなんて、うんうん、っていうことかなと思っちゃいました、これを読んでね。、うん、あ、いや、そっちの方が合理的な場面もある。お前の気持ちはどうでもいい。あと状況を真面目に受け取ることばかり考えず、うん、そこから離れてみる、うん、あとエネルギーを取り戻し再編成するために一人の時間を取る、うん、ある状況に本当にストレス要因が存在するかどうか、うん、人からそれとなく確証を得たり確認を取ったり見たりする、うん、と書いてあります、うん、まあ、なんか思い込みは強そうな感じですよね。どのタイプもそうだと思うんですけどね、うん、でそれが特にこう論理的に思考してるから、はい、絶対これが正しいみたいなっていうのがあるのかな、はい、で秋田さんはニコってしてくださいって言われて、うん、はって言うと。まあ、分かってればね、うん、そんなこと言わないですよ、うん、でもまあそういうのを言う人もいるんでしょうね。ニコってしたら早いじゃんって言う人がいる。言いましたね。あの会社内とかで、はいはい、まあ、撮影に行くじゃないですか、うんうん、撮影する方としては、うん、笑顔が欲しいんですよね、はい、ホームページに載せるとか、まあ、それ素材として必要って話ですもんね、はい、でもやっぱりなんか苦手そうな人はいるんですよ。やっぱり、はいはい、分かります、はい、うん、でこっちはなんかじゃ あのカメラマンにちょっと笑顔作って、うん、笑顔作って、うん、でディレクターとして言われるので、うん、わーって喋るじゃないですか、うん、もうどんどん凍っていくんですよね、その空気が。っていうのもうなんか素直に、はい、そういう人たちはちょっと素材で笑顔が必要なので笑顔お願いしますって。あ、それが言った方が早い、それが早いかもしれないですね。、はい、
でもやっぱ言われるんですよ、うん、笑顔できないんでって、うん、って言われることもよくあるんですね。私笑顔嫌いなんでと。あの素材でいるんです。あ、だから論理で攻めてたらいいんじゃないですか。空気が凍るんですよ、ね、ピキーンって。その例えば笑顔と笑顔じゃないのでは、はい、反応率がこれだけ変わりますみたいな。なるほどね、はい、はい、データがあるんで、データがあるんで、はい、笑顔お願いしますみたいな。かおるくん、 TI 主機能の笑顔っておかしいらしいから、うん、あ、なんか不自然なのかもしれないですね。あ、そうかもしれない。で、アキラさんも よく笑顔が死んでる、目が怖いって言われると、うん、あ、まあ、もうフォトショーで加工するしかないです、まあ、限界がね。アキラさんでペース乱されることは嫌いと。あ、まあ、本当に今やってるのに話しかけるかお前はとか言ってしまう時もある。まあそれは周りが気づくべきですけどね。この子はそういう子だから話しかけるときは慎重にねって、うん、はい、だからこうラベルが欲しいって話ですよね。どういうラベル？この ISTJ です、 ISTP ですみたいな、うん、はい、自己紹介が欲しい。そうですね、うん、感情が混乱してるのに、うん、論理で制御しようとするからこうなる。それは ISTP と INTP が、うんうん、インザグリップの時ですかね。あ、まあ、そうですね、はい、やっぱ感情はあるんですよね、多分。感情はありますよね。僕にも思考はあるって話ですよね。そうそう、はい、劣等機能は持っていない機能ではなく使いづらい機能ですからね、うん、と。逆に外向思考さんや内向感情さんは理解しても共感はしづらいかもしれませんね、うん、そう、だから僕結構この辺はね、このインザクリップなところを読んでると僕は出てきます。情緒に振り回されて、うんうん、わーって感情的に言うとか、うんうんうん、狩猟民族やってた時はコミュ力低いものを物理的に排除していたそうですが、今は割と大事にしてくれているのでありがたいなと感じています、うん、まあ、結構体育会系も、うん、結構なんかその野球、うん、すいません古田さんとか、はい、あの、まあ、野村さんですね。はい、はい、いや、まあなんかその考えてやるみたいな、うん、データ野球です、ね、データが出てきて、うんうん、まあ、そのダルビッシュさんとか、うん、まあ、イチローさんが、うん、俺筋トレしないよって、筋トレ意味ある、うんうん、っていう理論と、うん、いや筋トレもいるよねっていう人がまた戦わせたりっていう、うんうんうん、そういうなんか根性じゃない部分で磨かれてきてるので、なんか社会も変わっていくのかなとは、うん、まあ、変わっていくとは思いますけどね、はい、そのコミュ力低いものの中で技能を磨き上げて生き抜いた連中の子孫が内向志向なのかななんて思ったりしますと、うん、そうですね。あと一郎さんって ISTP なの？一郎さんが ISTP かどうかは分かんないですけどね。そうですね、分かんないです。ごちゃんかどっかで言われてたよと。あ、で一郎氏は ISTP だと言われてたらしいですね、うんうんうん、だとここにいらっしゃる人ですね、うんうんうん、あ、まあ批判的といえば批判的ですよね、記者会見とか、はい、というこの ISTP と INTP の、うん、まあ、特にやっぱり若い方が若い方、うん、このなんかメールとかで生きづらいって言ってくださってるのかなというふうに思うのは思うんですね、うんうんうん、それはなんて言うんだろう、この体育会系の世の中でその、まあ、内向が生きづらいんじゃないですか。内向感情も多分生きづらいって言いますもん。なるほど。あと、まあ、あの二等兵からのお願いとしては、うんうん、まあ、頻度なのか分かんないですけど、うん、分かってもらうといいよと、あなたのキャラを、うんうん、そのアピールが苦手なんですよ。でこっちはなん多分こっちはってごめんなさいね、こっちはって急に言っちゃって、うんうん、周りの外向の人は多分あの何回か話しかけてはいると思うんですね、うんうん、知ろうと思って、うん、その時に拒絶してませんかと。拒絶はし、うん、あとなんかその口論とかになった時に、うん、なんか一言ね、言葉がきついかもしれないが、うん、これは建設的な話し合いであるみたいな、うん、あの決して私がこれから発することは、うん、あのディスってるわけではない、うんうん、じゃあ始めようみたいな、うんうん、のから始まって始めていただけると、うん、なんかちょっと一個解けるのかなって、まあ、この多分それはこっちから察する必要がある気はしますけどね。この人は ISTP だ、はい、INTP だってこっちから察して、はい、なんかこの人はきついこと言ってもこうディスってるわけじゃないって。でもやっぱそのフィルターはね、うん、なかなか、うん、っていう、なんかその人が言っても多分こう MBTI とかを勉強した人、エニアグラムとかは分かるかもしれないけど、はい、そんなこと言われても、はい、って感じじゃないですか。イラッとする、知らない人がそう、自分が知らないって、知らない立場だと想像して、はい、
私これから話すことはこう批判してるわけじゃない、ありませんからみたいな。じゃあどうしましょうねって言われても、でもなんかここに書いてあった、うんうん、その要はいや私は冷静に見て、うん、こういう問題があるかもねって言ってるだけなんですよ、うんうんうん、決して批判じゃないんですよ。それはだからあの言い方の問題、僕だったら言い方の問題なんですよ。はいはい、うん、なんかこうきつい言い方ときつくない言い方ありますね、うん、っていう言い方の問題できついと受け取るか受け取らないか、はい、あこれは建設的にちゃんと意見を述べてるだけか。ふっかけるなら落としどころと相手のメンツを立てることを意識した方が幸せに生きられるのを知った方がいいですね、うん、あだからメンツを立てるみたいなことは意識してるじゃないですか。してないですか僕、うん、あメンツはすごい考えてます。なんか相手の、はい考えてます。だから何かを言うときにメンツを立てるみたいなことは多分すごく意識してる、はい、あこれ言っちゃダメなのことは絶対言いません。で多分そういうのを言ったときって、はい、自分がもう本当に腹が立って落ちてるときみたい な感覚はありますね、うん、はい、あえて言ってるときですよね多分っていうこの、はい、今日は、うん、ちょっと私も刺激された、はい、内向思考タイプのインザグリップ、うんうん、はい、というところで、はい、ありがとうございました、はい、チャンネル登録も何卒よろしくお願いします。